アハメド・ズ・ウェイルは、エジプト生まれの、エジプト系アメリカ人科学者。フェムト病科学の発展の功績に対して、1999年に、ノーベル科学賞を贈られた。アハメド・ズ・ウェイルとも表記。1946年、アレキサンドリアの南東 60km にある、ダマンフールの町に生まれ、ディスークで育った。アメリカに移住する前、アレキサンドリア大学で学士及び、 修士の学位を取り、後にペンシルベニア大学で博士号を取得した。カリフォルニア大学バークレー校でしばらくポスドクとして過ごし、1976年にカリフォルニア工科大学で学部特任のポストを得た。これ以降、ずっとカリフォルニアに泊まっている。1982年にはアメリカ合衆国に帰化した。最も大きな業績はフェムト病科学。 すなわち化学反応をフェムト病単位で見る研究法を創始したことである。1979年頃からポンプ光とプローブ光を組み合わせて分子の観察を行い、超単パルスレーザー技術を用いて個々の素反応の繊維状態を解析できる程度のスケールで化学反応を記述することが可能となった。百九十九年、アハメッドはモハメドアン・ワルサダと ナギーブマフフーズに次ぐ3人目のエジプト出身のノーベル賞受賞者となった。妻と4人の子供がいる。2016年8月2日、死去。1999年にはエジプトで最も権威あるグランドカラーオブザナイルを贈られている。北京大学は2004年に、ケンブリッジ大学は2006年に名誉博士号を贈った。ありがとうございます。